でね、たこ焼きを初めてタコパっていうものをしたの。やばくない？タコパを初めてしたんだよ。タコパなんて一度もしたことないの。でしょ。みんなしたことある？さ、すごい嬉しかった。だってさ、ずっと今までさ、本当にぼっちっちだったからさ、みんながさ、コラボ してるのさ、指くわえて見てた人だからさ、いいなーっつって。そう、タコパー、陽キャ？ほんと？じゃ、ルシア陽キャになった？もしかして、よぉ。みんなよぉ。チーズ、ルシア、ダイヤ掘ってます。チーズ、チーズ、今、ダイヤのね、RT してるんですよね。チーズ。タコパどうだった？楽しかった！すごい楽しかった！だからさ、私タコパのさ、タコの丸め方を知らなくてさ、どうやってね、みんなね、タコなんてね、丸めてんだろうって思ってたの。すごいんだよ！なんかさ、タコを丸めるじゃん。マジでうまかったって思ったら途中でぐちゃぐちゃになっちゃったっていうの。みんなのがうまい。みんなプロだった。タコ焼き屋さんだったみんな。あの日のホロメンのみんなはタコ焼き屋さんだった。たこ焼き屋さんごっこしてた。たこ焼き屋さんごっこ。いらっしゃいいらっしゃいっつって。でね、な、カリカリのたこ焼き作りたいねって話になって、知ってる？みんな、なんかよくさ、銀だこさんとかでさ、めっちゃさ、カリカリの美味しいたこ焼き売ってない？カリカリにしたいねって話をしてて、で、たこ焼きできた後にもう一回、油をね、かなたんとかココちゃんがこう敷いてくれたの。そうしたら、ほんとに、なんか、売ってる。お腹空いてきたんだけど、売ってるのができたんだって。マジで美味しかった。もうルシア、これでたこ焼き作れる。自分のレパートリーの中にたこ焼きが入った。ずっとあんな感じ、ずっと楽しくてあんな感じだったよ。そう、酔ってないよ。酔ってない。みんな酔ってない。お酒飲んでないよ。飲んでなかったです。本当にやっぱり暖かいよね。なんか思っちゃったよな。普通になんかホロライブでよかったなーってずっと言ってた。なんかそう、帰る前とか、しばらくみんなと、そう、みんなでその話をしてた。みんなで。そう。で、お兄ちゃんはトワちゃんにずっとひっついてた。トワちゃんをギューってしてた。後ろから。トワちゃん、かわいい。ギュー、かわいいね。あと、かなたんにも抱きついてた。かなたんが近くに来るたびに、かなたん、来て、つって。かなたん、ちょっとこっち来て、つって。ギューってしてました。はい。うざがらみをしてました。ずっと。よいしょ、甘えたちゃんなんでね。甘え子ちゃんなんで。うん。いや、両手で、じゃあ、両手でこういう感じじゃない。もう一人一人堪能していく。来て、かなたん、かなちゃん。ココちゃんがトワちゃんをなんかあれしてた。アークの話になって。アークの話になって、なんかトワちゃんの動きが、なんか、ジタバタしててさ。ジタバタしてて、あ、恐竜がいる、恐竜が、つって。テイムさせろ、テイム、つって。テイムじゃ、おらーつく。楽しかった。なんかめっちゃ、なんか修学旅行みたいな。もう忘れてしまったかな。夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで、風を待っていた。もう忘れてしまったかな。世の中の全部嘘だらけ。本当の価値を二人で探しに行こうと笑って。